聖書の最後の書であるヨハネの黙示録には、世界の終わりを思わせる光景が描かれていますが、それは人々を幸いにするものであり、キリストとその花嫁になった人々との結婚式の光景も描かれています。また、聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて、神のもとを出て天から下ってくるのを見た。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。そして、神が人をエデンの園から追放し、取って食べることのないようにされた命の木も、再び登場するのです。命の水の川は、神と子羊との御座から出て、都の大通りの中央を流れている。川の両側には命の木があって、十二種の実を結び、その実は毎月実り、その木の葉は諸国民を癒す。聖書はイエスこそが、神がエデンの園から追放された人に備えられた、命に至る道だと証ししています。イエスは彼に言われた。私は道であり、真理であり、命である。誰でも私によらないでは、父の身元に行くことはできない。イエスが神の子であり、彼が十字架によって死に、復活したことを信じる者は誰でも命に預かれるのです。皆さんもキリストの道を共に歩みませんか？